どうも皆さんこんにちは、スキタンチンです。今回もセブンナイツの方をやっていこうと思うんですけれど、セブンナイツめちゃくちゃ面白いです。最初にセブンナイツのレビューと紹介という動画を上げたところ、非常に多くの方に見ていただいて嬉しい限りです。ありがとうございます。ところがその時にセブンナイツの戦闘っていうのは少し駆け引きが薄いんじゃないでしょうかというような紹介をしたんですが、これが間違いでしたね。やり込めばやり込むほど奥の深さがわかります。基本的にアリーナなどはオートプレイで進行するんですが、これで勝ち続けようと思うと非常に難しい。はっきり言ってパーティーを組む段階で勝負が始まっていると言っても過言ではない。そんな感じです。それはさておき、前回の動画でダンジョンでドロップするレオ、一番左にいるキャラクターが強いんじゃないでしょうかという動画を上げました。そしてそのレオが今回やっと星6まで進化いたしましたので、その性能をお見せしようと思います。現在のパーティーを簡単に紹介いたしますと、強力な全体攻撃を持っているベリカ、そして7日間の奇跡でいただいたゼイブ、これは強力な全体物理攻撃を持っています。そして今回メイントピックである全体のダメージカットを持っているレオ、回復役のユイ、そしてダンジョンによって変更する自由枠としてユリを編成しています。それではこのような編成でストーリーモードの方をやっていこうと思います。現在は中級の第7章を攻略している最中です。中級も第5章あたりからかなり難しくなってきて、オートプレイだけではなかなか勝つのが難しくなってきました。ですがまあ、レオを育てて編成したことによって、割と第7章まではすんなり来ることができました。それでは 7-3 の方に挑もうと思います。フレンドは基本的に星5か星6で育っているキャラクターがいれば、何でも構いません。特に今使っているパーティーのいいところは、物理攻撃と魔法攻撃の全体を持ったキャラクターを組み合わせておりますので、ダメージ免疫にも幅広く対応できます。スキルを使う順番はウェーブ1の一番最初にレオの獅子の方向を使ってダメージを抑えます。そうすることによってウェーブ3でレオの獅子の方向が再び復活しますので、ウェーブ3の強力なボス戦で獅子の方向を使い攻略難度を下げます。いやー、敵の攻撃力高いですね。ここでビビって獅子の方向を使ってしまいました。まあ、こんな感じで
趣旨の方向でダメージを抑えている間は割と味方も耐久できるんですが、趣旨の方向が使えないときはやはり敵の攻撃力で一撃で落とされてしまうこともあります。なんか強力な防具ドロップしましたね。なんか防具は反撃率が高いやつがいいのか、ブロック率が高いやつがいいのかっていうのを使い分けるのも重要みたいです。それではもう一つダンジョンの方を攻略していこうと思うので、レオの性能の参考にしてください。いや、この敵やばいんですよね。全体攻撃が、ね、強力。なんとかそれを指示の方向へダメージカットで乗り切ろうと思います。まあ指示の方向が使えるウェーブ1はあっさり攻略できます。問題は指示の方向が使えないウェーブ2ですよ。逆にこのウェーブ2で獅子の方向が使えるかどうか判断してみてください。私がくそ。はい、最後にレイドのドラゴンが乱入してきましたけど、こんな感じになります。まあ最後の方はレオが強いのかセブンナイツが強いのかよく分かんなくなっちゃいましたけど、やっぱりねウェーブ1とウェーブ2の戦闘の流れを見ると、レオの獅子の方向は非常に強力なスキルであると言えると思います。このレオは限界突破まで育ててみようと思うので、また強くなりましたら動画としてアップしようと思います。またストーリーモードの中級が難しいよっていう方がいましたら、ぜひこのレオを育ててみてください。非常に便利ですよ。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。